性になってきましたけど、先ほどのねちょっと怖いお話シリーズになっちゃうと嫌なんですけど、まあココナッツオイルとかもね、今全世界に普及してますけれど、これもねちょっとかわいそうな逸話がいっぱい隠されていて、まあでもこれ、まあ、今日やめましょうね、クリスマスだから ね、はい、じゃあちょっと楽しいお話に変えます、はい、今まで聞いててなんだこの会話はって思う人いっぱいいると思うんですけどまずそもそもローフードって何って思ってる人そうでしょう、いっぱいいらっしゃると思うんで、まね、ローフードってどういうののことをローフードというか教えてもらっていいですか。はい、ですね、まずローっていうのは生という意味なので、まあ、生食ですね、加熱をしない料理方法。あ、じゃあ火は一切使わない。そうですね、ちょっと温めるってことはするんですけど、基本的にはぬるいぐらいまでしか使わないです。そうなんだ。そうじゃあ当然ご飯とか食べないの。ご飯、食べるけどね、ちょっと。え、生米で食べるんですか。それはもうもちろん炊いて、そっか。なんか火使わないってお肉もダメ。そう、動物性のものは NG なんですよ、基本はね。基本植物で。そうそう、だからフルーツとお野菜と海藻類とか、あとはナッツ類とかが主になってきます。結構謎がいっぱいあるんですけど、今クリスマスの、例えばケーキとか作りたいなってなった時は、ローフード的なケーキってどんなのができるんですか。のですね、基本的にはまあ焼かないので、冷やして固めるタイプのケーキが。でも牛乳とか使っちゃダメなんでしょ。そうすると、ホイップみたいなのはできないの。ホイップみたいにふわふわっとするような食材だとか、あるんだ、生クリームっぽく見えるようなものを、動物性じゃないもので作る。例えば何を使って。例えばナッツとかね。ナッツでもできるんだ。そう豆乳みたいなもん。そう最近ほらアーモンドミルクとかもちょこちょこ売ってるじゃないですか。アーモンドミルクを、まあ、お水の量を減らしたりとか、ナッツ類はカロリー高くなんないんですか。ナッツはねカロリーは高いです、高いよね、だから、ダイエットっていう考え方、いわゆる痩せたい食べ物として、ローのスイーツっていうのは、考えない方がいい本当はね。だけど今はそのもともとアメリカから生まれたものなので、アメリカ人とかってナッツとかって結構すごく日常によく食べるから、ナッツ類っていうのは抵抗がないんですけど、日本人はそんなに食べないじゃないですか。食べない。だからちょっとね、このナッツのヘビーさっていうのに勝てない感じがあるので、いろいろ研究を今ね、日本でローフードやってる人たちの中でいろいろ研究して、お野菜もうちょっとナッツじゃないお野菜とか、いろんなもので、すごく軽くできないかっていうのを研究してますので、ナッツだけではないですね、いろいろ含まれてきてます。なんかね、ナッツっていうとくるみとか、ピーナッツぐらいしかないけど、ジーマミ豆腐はピーナッツ。あれはね、ジーマミはナッツじゃないんですよ。え、木の実って、木の上になってるのが普通木の実なのね。え、でピーナッツは？ピーナッツは地下茎にできるので、あれナッツじゃないの？そう。え、あれ何じゃ？売り場的にはナッツの売り場にあるんだけど、あれは落花生って言ってほら地面の下でしょ、だからお豆系の感じ、種類的に言うと。じゃあ大豆とかに近い感じ。そう、そっちに近い感じ。あ、そうなんだ、いろいろあるんですね。そうなんです。へえ、なんかちょっと一個ずつ聞いていくとすごい深いからどんどん聞いていきたくなってしまうんですけれど、結構ね、私がローフードを耳にするのっていうのが、今世界のセレブのモデルさんたちとか、あの辺からこう情報が入ってくるみたいな、こうマドンナだったりとか、ミランダカーだったりっていうのがすごい推奨してたりするじゃないですか。マクロビオティックっていうのも聞くけど、どう違うんですか。
マドンナね最初マクロビやってたんだよね、うん、それでちょっと今一つということでロフトになってきたんですけど、うん、一番の違いはこの例の火を使う使わないっていうところですね。それとマクロビア使うんだ、うん、マクロビアは普通に煮炊きするんですよ、うん、で、うん、マクロビの場合は一番 の、うん、あの食材が玄米になるのね。穀類が中心なんですよ。はい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 、まずこれを玄米中心に、うん、その他いろいろお野菜っていう風になっていく考え方なので、うん、そこの部分はローフードは穀類は大抵に煮炊きしないと食べられないものなので、うん、ウェイトは低いわけですよね。じゃあ痩せたかったらマクロビの方がいいの？痩せたかったらローフードの方がいいと思う。そっか、なんかあのほら、うん、あの人はさ、なんだっけ名前が出てこない、ロバート・デ・ニーロは体重落とす時には生のお魚しか食べないって言ったんですけど、そうそうそう、お魚はね、うん、この間つい 2,3 日前京都大学の先生がお魚の油は脂肪を燃焼する作用があるとかって発表してたみたいだけどね、うん、あ、そう、うんうん、あ、でもねよくほらあのなんだっけオメガ3系の油とかって魚の油が入ってるじゃないですか。じゃあやっぱりいいんだ、うん、そうお肉よりはお魚の方がやっぱりいいですよね。体にもね。そうかそうか。そして私はねそのミランダカーでね、うん、気になったのの一つがさっき言ったココナッツミルクと、うん、あと紅茶キノコ。紅茶キノコね、うん、昆布茶ね。昆布茶ね、うん、で紅茶キノコって何っていうのから入ってって、うんうん、あのまあ、ちょっと株分けしていただいて、うんうん、自分も今育てて、うん、それまた何人かに株分けしたんですけど、うん、あ、果たしてこの摂取方での仕方でいいんだろうかっていう謎が最近出てきてて、なんか応用編みたいなのってあるんですかね。紅茶キノコをとりあえず、うん、原液みたいなのを、うん、自分はまたさらに炭酸水で割って飲むみたいにしてるんですけど、うんうんうん、他に活用の仕方とか。活用の仕方は、うん、あれはだんだんほらあのキノコちゃんが糖分を分解していくので、うんうんうん、酸っぱくなるじゃないですか、うん、酢として使う。お酢として、うんうん、じゃあ、 あのなんかバルサミコみたいな感じで使えるの？そう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 、ドレッシングとか、うんねうん、まあ、加熱しちゃうとこれもねダメだけど、うんうんうん、置けば置くほど酸っぱくなる、うん、あ、じゃあうちのは相当酸っぱいはず。今なんか最近をいっぱいあげてない、あげてない、あのどんどん増やしてるっていうか、で何名かに あそこから株分けをしたので、うんうん、みんな立派に育ってるみたいで。あ、本当、うん、で最近あったかいじゃないですか、うんうん、だからすごい繁殖が早いみたいで。早いよね。早いですよね、あったかいとね。なんだこりゃと思ったんですけど初めて見た時、うんうんうん、でもまあ体にいいということで、うん、でも結構やっぱガスがビタン酸っていうかガスが、ね、そうですね、うんうんうん、あれはどうしてなんでしょう。やっぱり発酵食品だからね。うんうん、でもなんかね前にちょこっと聞いたんですけど、うん、長寿が多いところは発酵食品が、うん、必ずですよね、あるって、うんうん、味噌の名産地だったりとか、うんうんうん、お酒だったりとか、うんうんうん、そういうお醤油とかね、うん、そういう発酵食品 を名物として持ってる県は長生きな県だと、うんうんうん、いいんですかねやっぱり発酵食品。そうそう、発酵食品は、うん、体が酸化するのを防ぐんですよ。お、じゃあ錆びていかない。そうそうそう、年取らない細胞がね、年取らない、それと抗がん作用もあるので、うん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 、元気で長生き。ねえ、岡本さんもお肌ツルツルですもんね。うん、そうですか、ありがとうございます。なんか本当にすごいなと思って、さっきちょろっとちょろっと化粧しただけなのにこんなに綺麗になってるとか思って。やっぱりこう食だと思うんですよね。だからやっぱりこの世界のモデルさんとか、うん、トップアイドルとかそういう人たちが食してるんだと思うんですけど、やっぱり食べてるものが体を作るっていう、うんうん、ですよね。そこは重要ですよね、うん、へえ。で今は学校の方のスクール内容っていうのはどんな形で展開されてるんですか。ですね、ローフード、うん、まあ、マイスターの試験というのが3の倍数の月にあるんですよ。3、6、9、12、うんうんうん、で今月も、月の初めにあったんですけど、うん、だからその間にお勉強をして、うん、試験
受けてもらうっていう形になってくるので、うんうん、まあ入学はだからまあ随時随時ロフトマイスターに変えても、ね、どのくらい勉強すればいいもんなんですか。うん、ですね、これが2級、準1級、1級って級があるので、うん、はい、それごとに時間数が一応決まってるんですね。うんうん、で、2級が、うん、まあ、一応そのロフドのベースになる部分、うん、理論だとかそういうことをやるんですけど、うん、まあ、ここがでも一番内容は濃いんですけどね。うん、これが一応8時間、うん、でもこの8時間ずっとその、ね、うん、テキストと座ってるわけではなくて、うん、実際に調理実習もしてっていう、うん、食べてっていうのも入ってくるので、うん、結構あっという間で、うん、でやっぱりこう疑問をいっぱい持っている人とかが来て、うん、質疑応答してると、うん、8時間じゃ収まらない感じにはすごくなっちゃうんだけど、ね、なんか最初はわけわかんなくても、うんうん、ちょっとかじり出すといろいろじゃあこれはじゃあこれはってなりますもんね。うんうんうん、でそういうのにもこう親切丁寧に答えてくださるという、うん、そうですね。私はまあほとんど自宅のサロンでやってるので、うん、ほら場所借りたりすると時間制限があるじゃないですか。そうですよね。じゃあ結構ご自分の時間が許せれば、うんうん、長くいろいろ聞けるよっていう、そうですね、そういう面ではすごく親切ですよね。うん、じゃあ、あの岡本先生に私、はい、ローフードマイスターの2級の試験受けたいんですっていう方は、うん、どうしたらいいですかね。私にご連絡をいただければと思います。はい、じゃあぜひ連絡先をお知らせいただけますか。はい、はい、電話番号が080-3520-6979です。うん、もう一度お願いします。はい、080-3520-6979、はいはい、じゃあこちらの方にお電話していただいて、はい、あの予約を取っていただくと、はい、はい、いいですね。で、この3の倍数に向けての試験対策みたいな形でお勉強して、はい、でじゃあ取ったら2級受かりましたって、うん、じゃあ次準1級に行きたいんですって言ったらすぐ勉強もできるんですか。そうです、あの、うん、1級まで一気に勉強することもできますので、そう、うん、2級受からないと準1級受けられないとかそういうことではないのね。うん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 、その場合はその1級までの勉強を一気にやってしまう、うん、へー、そうするとね34時間ぐらいなので、ちょっと3日半ぐらいはかかるかなっていう感じなんですけど、飛び飛びでもいいんですか。うん、続けてじゃもちろんなくて全然構わないです。うん、はい、都合のいい時にアポ取ってこなしていくっていう感じかな。でその時にはローフード の, あ の, その試験対策の勉強もして、でももう岡本さんすごいいっぱい知識持ってらっしゃるから、知恵袋的にいろいろ出てきちゃったりとかいうのもあると思うんですけど、なんか薬膳の方もちょっとやってらっしゃるって聞いたんですけど、薬膳はまたその別になってお教室か何かがあるんですか。そうですね、薬膳も、うん、国際中医薬膳師というのを資格を持ってるんですけど、うん、それの指導員、薬膳師まで行かないんですけど、薬膳師指導員っていう資格を、出せるスクールも春からやる予定と言います。来年の春から、うん、楽しみですね。うんうん、なんかこう変な話、この間も更年期にだんだんなってきてるから、うんうん、あの命の母を飲むべきなのかしらみたいな話をしてたら、うんうん、結構薬膳で改善されるよっていうのを聞いたんですよ。うんうん、そういうのに手っ取り早くいいのとかはあります。うん、今ね、うん、手に入りやすいその、生薬とかになると値段も高いし、うん、この煎じたりとかって結構大変になってきちゃうので、うんうん、あの病気っぽいぐらいの症状が出るんであれば、うん、その保険もやってる漢方系のお医者さんっていうのが沖縄にもちょこちょこできてるので、そういうところに行くと、うん、あの生薬を使った、もうちょっとこの普通の西洋のお薬と半々ぐらいの、ね、うん、あの製薬会社が出してるのとかをいただけたりはしますけど、そうじゃない食べ物で、あの、ね、まだ未病っていうこのね、発症がなんとなくそうかなぐらいだったら食べ物でっていう感じが、変わります、うん、できますね。でそれにいいのは、あのクコの実、杏仁豆腐の上に乗ってるやつですね。あれだと割と手に入りやすいじゃないですか。うん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 、だからあれをね、あの特に
味が美味しいわけでもないし、でもかといってまずいわけでもないし、うん、苦いわけでもないので、うんうん、まあいろんなところにこうね、ちょこちょ こ, こう、うん、入れてみると、うん、はいくと、じゃあもうちょっとよかったですね、塾上の皆さん、ちょっと怪しいかもと思ったら、うん、ぜひクコの実を食してみるという、うん、これ薬膳的解釈っていうか、そうです ね体にいいもので、うん、へえ、まあこんな形でいっぱいあると思うんですよ、うんうん、まあ聞いてたらキリがない、今日の時間では、ね、とてもじゃないけど足りないっていうぐらいなんですけど、まあじゃ あのとりあえず生で食して、はい、種のある果物を食べてっていうのが理想だよと。そうですね、うん、すごい深くて本当はね、まだまだいっぱい実はこれもあるのねっていうのがすごいいっぱいあって聞きたいんですけど、まあ、またね次回もしよかったら、はいはい、ぜひゲストにいらしていただいてお話伺いたいと思います、はい、本日の、ゆうこの部屋、今日のゲストは沖縄、あ、違った、ローフードスクール沖縄&東京サロンミシュミシュ代表の岡本ゆかりさんでしたね。ありがとうございます、まあはい、まあでもこのまま番組続きますので、はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。ではここで1曲お送りします。